今日はありがとうございました。ありがとうございました。先週ちょうど1週間前に作業をさせていただいて、はい、で、まあ、今回ですね、はい、作業の様子を撮影させていただきまして、はい、でこのようにインタビューもね、はい、答えていただけるということで、はい、本当に感謝しております、はい、ありがとうございます。では早速ですが、はい、まあ、ライブも含めて、はい、撮影に関して、はい、同業者、まあ、同業者、まあ、遺品整理の業者ですね、はい、片付けの業者も、はい、あと視聴者さんもですね、撮影に反対する方もいらっしゃるんですよ。撮影するもんじゃないとかね、はい、いらっしゃるんですけども、今回このように撮影に協力していただいたのは、どんな理由でしょう。はい、この家は借家ですので、今回、まあ、母が亡くなり、あと祖母がそれをきっかけにまた老人ホームに移り、ここを引き払うということになって、まあ、思わぬ形で、まあ、実家をなくすということになったんですけども、そうやって整理をしていく過程一つ一つが、まあ、どのような形であれ見届けてくれる人がいて、もし、応援してくれたりとか、こういう仕事があるんだというふうに思ってくれる人がいれば、それが伝わるならいいなと思い協力させていただきました。ありがとうございます。斉藤様は普段不動産の関係のお仕事をしていらっしゃると伺いました。はい、残置物の撤去だったりとか、はい、遺品整理、はい、生前整理、ゴミ屋敷だったりとか、はい、まあ、終わりかと思います。はい、で業者様をその入居者の代わりに探したりとかっていうお仕事も、はい、お仕事の中の一つもあるとは思うんですけども、はい、実際今回、ご自身でこの、まあ、遺品整理というものを、はい、まあ、業者を選んで、体験されて、はい、感じたことというのは何かありますでしょうか。やはりプロの方にお願いをしないと、自分一人で荷物だけ残された部屋を前にすると多分立ちすくんでしまうと思うんですね。うん、だから私不動産関連なんですけど、具体的に言うと再開発であるとか、大規模な、まあ、団地だったりマンションとかの建て替えみたいなことをしてるんですけども、やっぱり高齢のご主人に先立たれたおばあさんなんかはやっぱり遺品の整理ができないとか、そういったところで途方に暮れて、うん、お困りの方がいらっしゃるんですね。はい、そういった時に一人で悩まずにちゃんとお金を払ってでもプロの方にお願いして、いろいろとこう親身になっていただきながら片付けをすることで、体の負担ももちろんですけども、多分心の負担も絶対に減ると思うので、はい、やっぱりしっかりとした本当に信頼できる業者さんにお願いをして、一人で立ちすくむことなく悩まずにぜひ利用していただければいいなと。今まで、まあ、仕事からそういうふうにお伝えをしてたんですけども、うん、今回自分が身をもってそれを経験できたことが本当に良かったですので、仕事にも生きると思います。はい、はいはい、ではその信頼できる業者さんをということですが、はい、どんな業者さんが信頼できると感じますか。こちらの思い入れ話みたいなものにも耳を傾けていただきながら、明らかな粗大ごみとかそういったものはテキパキと捨てていただきつつ、手紙や写真とか貴金属とかそういったものについてはしっかりと丁寧に確認を求めてくれる、そういった会社さんが信頼できるかなと思っています。はい、なかなか選ぶ段階でそこを見極めるのは難しいかもしれませんけども、まあおそらくお見積もりとか取って、その時の会話なりお相手の方の人となりなんとなく多分伝わると思うので、なんかその直感を多分大事にしていただいたら、はい、きっと今私が話したような丁寧な対応をしていただく会社さん、新橋さんのような会社さんに多分出会えるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。私たちの今回の作業、いかがでしたでしょうか。単純にもう先ほど私は話 した通りのことをしていただいたと思っています。はい、私のたわいもない思い出話をいろいろと聞いていただきつつ、要領よくやるところは要領よく丁寧に
そういうふうにしていただいたと思うので、はい、全体としては非常に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もうこのお家での一番の思い出はどんな思い出がありますか、はい、うん、一番の良かった思い出を教えてください。そうですね、はい、ちょっとまあこれっていうエピソードはなかなか難しいので、ちょっとストーリーをお話しする形になるんですけど、あの母が最初にそのくも膜下出血で39歳の時に倒れまして、で奇跡的に一命を取り留めて社会復帰をして、で心機一転で祖母も呼び寄せて新しいところに引っ越そうというふうに、まあ、母が、言ってですね、26年前新築の時にここに入ってきたんですね。そこからずっと26年間自分は実家になったんですけども、多分本当に母は新生活を始めようと思ってこの家きっと、決断したんだろうなというその当時のことを思い出して、で間取り的にあんまりプライバシーがなかなか保たれる空間がないので、そうですね、あの正直多感な思春期の自分にはちょっと居心地が悪い部分もあったことはあったんですけど、やっぱりあのよくわかります、なかなかあのなのでここを出たら大学出て住居しようってそういう風で思ったのは正直な気持ちではあるんですけども、年に何回か帰ってくるたびに、それでもまあ昔からずっと僕の机は祖母はもう片付けたらって言われてたみたいなんですけど、母はそうですね、母は固くなりにそれを拒み、あの小学校1年の時からの小学学習机ずっと置いてあって、解体してしまった。いや、いいんです。それはもう持っていくことはできないので、あの断捨離というか、この遺品整理の作業の中で、私が幼稚園の時に作ったものとか、そういったものもですね、はい、押し入れの奥から母親全部残したのがどんどん出てきて、まあ、感動するとともに、この家の収納力に驚いたなというところもあるんですけど。押し入れ、めちゃくちゃ広いですよね。ね。そう。すごい。でも、あ、僕、多分嫁入りの時に、買ったであろう私の子供服とかそういったものが入ってたタンスとかは東京の自分の自宅に持って行って、はい、で母の貴金属とか服とかそういった大事なものも全部持って行って、はい、で今そのタンスは私の子供の服と私の服とかが入って、あと母が私の結婚式に着てた留め袖とかそういったのが入ってるんですけど、あのしっかりとまあ思い出とそれに紐づくここの家にあったものはしっかりと持っていったなと思っているので、はい、まあそういう、まあ、一番の思い出というよりもその26年間のこのストーリーみたいなものは、うん、なんかしっかりと次の東京の、まあ、僕の今の家に引き継いでいくことができたなっていうふうに思っているので本当に良かったなと。あと私の子供2人いるんですけど、はい、台所で祖母と母と私の子供2人とで撮った写真が1枚残ってて、はい、ああそうですか、あれをここからそうですね、そうですこのさっき聞いてたキッチンで母が下の子を抱いてて、はい、上の娘がご飯食べてて、はい、で祖母が笑ってる写真、まだまだ本当に数年も経ってないよ、数年前ぐらいの話なんですけどね、その写真が残ってれば、もう物はなくなりましたけど、ずっと心と記録に残りますんでね、でもなんかほんの数年前の話なので、うん、なんか嘘みたいですけどね、まだ、うん、なんかやっぱり実家というか故郷がなくなる寂しさみたいなのはやっぱ正直すごくあるんですけど、うん、そうですね、でもなんかその写真は残しておいたことが、まあ、一番の思い出というか一番本当良かったなっていう、うんうん、そうですね、そうか、はい、なんか不思議なんですよね、僕たちもお片付けをして、まあ、ゴールは、ね、こんな風に、大家さんに返すと、はい、いうことがゴールなんですけど、空っぽにするっていうのが、はいはい、で
だけどやっぱ違うなってやっぱり思いますね。空っぽになった時の部屋を見て、ここに入居する時のお母さんの気持ち、おじいちゃんおばあちゃんとかね、入居した時の気持ちにこうなることができるっていう、そんな風にやっぱ毎回感じます。どんな気持ちでここに入ったんだろうって、多分新しい人生とか新しい夢とか新しい生活への希望が絶対あったと思うので、それをね毎回感じますね。だからそんな風に感じてやってきてよかったなっていうふうにはやっぱり思います。そうですね、きっとあの空になった部屋をさっき見回した時に、26年前に母を不動産屋さんに紹介されて、今僕がこう見てるみたいに部屋をいろいろ見たのかなっていうのをなんとなく思い出しましてね。まあ最後こういう形で自分が見届けれるっていうのは一つのいい区切りですし、今後の新しい生活に向けた糧にしないとなと思いますね。はい、これ以上話すと僕がもうダメだと思いたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もうダメなんですよ、でもいつもね逃げるんですよ。ということで、この度本当にありがとうございました。ありがとうございました。では、はい。